はい、それでは改めましてオーディション始めていきたいと思います。はい、では A グループの方お入りください。はい、では前の方から自己紹介と意気込みをお願いします。はい、静岡県の浜松市というところから来た関谷裕次郎と申します。自分もね、昔も、かなり昔の話なんですがアウトサイダー出てました。まあ、それよりもね、自分はね、関東関西、中部、今ではね、あの団体名がコンプラに引っかかるような大会でずっと試合してました。なんかね、昔のその当時の仲間たちがね、またこう出てるのを見て自分もすごい刺激受けたんで、チャンスと刺激をもらいに応募しました。もしよかったら誰かとスパーリングやらせてもらってアピールさせてください。お願いします。ちなみに誰と戦いたいですか今日は。誰と、高垣雄二がね、俺幼馴染なんでね、もし高垣雄二が今までやって全部負けとるんでね、そこら辺のやつにやっても。あのね、俺高垣雄二倒して今このひな壇の席。あ、すごいじゃん。そうなんだ。え、やってくれるってこと。うん、リベンジでかましてくれるのいいの。いいよ、いいなら全然お願いしたいです。一旦全員自己紹介いきますか。じゃあ次の方どうぞ。今彼女とカップルで YouTube をやっていて、登録者数100万人達成したらプロポーズって公言して本気で YouTube やってます。まあ、なんかみんな有名になったらなんかやろうとか、まあ、もし受かったらなんかやろうみたいな方が多いと思うんですけど、まあ、僕すでにもう YouTube で本気でやってるんで、まあ、そういった部分の覚悟を見ていただければと思います。はい、次の方。はい、福岡県から来ました鈴木ゆかえるです。ボクシングをずっとやっててアマチュアなんですけど、15戦15勝で世界チャンピオンを目指してます。僕がやりたいのはそこのひよこ豆とやりたいですね。ひよこ豆。はい、あの米オス。わかりづれよ。こいつとやりたいです。絶対勝てるんで。入っていいよ。お疲れ。はい、どうぞ。そうなんだ。やるわ。やるわ。お前さ、これ一回話せ。うん。あ？うん。こう。あ、なんだ。やってんだろ？あ。あ。話せ。話せ。ほらもう。時間過ぎると。またどんどん上がってってるよ。どんどん広がってってる。関谷さんは強いのが分かってるんで、誰か今ここで戦える人います？関谷さんと。何試合ぐらいやってましたっけ？全部地下格回したら。数えてないですけど100ぐらいは。100ぐらいやってますよね。やりたいんでしょ？カマル君。そうです。だから勝った、もし関谷さんに勝てる人がいたら、うん、2人の勝者がカマル君と試合決定でいいかなと。やりたいっす。じゃあ準備してもらいます。はい、昔って良かっただけじゃやっぱね、男だからね、かっこ悪いから、まあ今でもまあ強いよっていうのをちょっとね証明したくて。いきます。はい、レディーゴ
ゃあ二人仕上げてていいですか。おっす、お願いします。なんか一言あれば。今のお前のスパーリング見ててどれくらいアウトサイダーでお前がその実績積んできてねえ成績を残してるか分かんないけど蹴りだけだと俺には勝てないよ。俺殴り合いたいんだよ。殴り合えるの。おい話聞いてる。よし話聞いてる。今日勝因しただけだってそんなの分かんないの。そのレベルだからお前は。 OK お願いします。OK じゃあ仕上げてで。おっす。実戦がね7年8年ぶりだったからちょっと思ったより動けなかったかな。本戦も決まったからねそこはもう感謝してるかな。どっちみちまあ俺にやられるのはもう決まってるから頑張って練習してこいよって感じかな。自己紹介と意気込みお願いします。はい、ドンマイ川端と申します。柔道やってます。ちょっと今日はこう素晴らしいところに来れて嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ次どうぞ。北海道札幌から来ましたイレブン所属の西島恭平です。ジュニアでフルコンタクト空手世界チャンピオンになりました。53キロで新しい最軽量級を作りたくてブレイキングダウンに来ました。お願いします。ひろきチャンネルの虎之助です。別に肩書きなんかないんですけどとりあえず10代の本物の喧嘩自慢見してやろうかなと思って来ました。以上です。こんにちは。ネクストモンスターと言われる、プロボクサー堤隼人の兄、ゆうとと申します。自分の経歴としては極真空手世界3位です。よろしくお願いします。愛知県から来ました、西名優太です。バックボーンは空手で、全国大会国際大会優勝してきました。今日は山川聡輝とやりに来ました。よろしくお願いします。ドンマイさんとか同じ階級だとヒロヤ君とか富澤君とか、はい、まあ、実力的にはそういうところなのかなと思うんですけど、はい、もしできるんだったら MMA でやらせていただきたいな。じゃあ俺しかいないと思います。あっやっぱ組と寝技とかは本当に一流だと思うんで、はい、僕もまあこのブレイキングダウンは自分は MMA をまあ強くなるためにこの大会に出てるんでやっぱりその1分間でもそういう相手にまあ必ず勝てるようにまあなりたいなと思ってるんで、はい、ぜひ。いやむちゃくちゃ嬉しいです。ほんまに見てるんでいつも、はい、ぜひちょっとお願いします。 OK、はい、です。じゃあ決定します。ありがとうございます。嬉しい。まあ柔道がかなり強くて、まあ、日本の多分トップレベルなんじゃないかなっていうのはまあ自分は知ってました。やっぱ柔道のような戦い方をされるとちょっと危ないのかなって。1分しかないんで僕が柔道家なんで、僕が倒して寝技に来ると思ってますよね。そうだよ。ジョイ君決まった。ちょうど俺も虎之助と喋りたかったやん。俺に勝ったやん。でさ毎回お前俺と戦いたそうにしてるけどさ、なんで一回勝った相手にもう一回戦いたい。超美味しいやん。だってしかもむしろあの時より全然強くなってほしい。自分は福岡で出身が、で博多の方に住んでて、で博多の虎って呼ばれるようになりました。一番初めから見てたんですけどブレイキングダウン、なんかこうオーディションでは喧嘩とか言ってるけどいざ試合になったら格闘技じゃんみたいな。喧嘩のイロハ教えてやろうかなと思ってって感じですね。視聴者も多分お前のこと分かってないと思うからまずはスパリング見せたりよ。分かった。虎之助は本当にスター性というかブレイキングなのにすごい噛み合うしやりたっけ。誰とやりたいとかないの。やります。誰とやりたいとかないの。じゃあ歳三君と山川君だったら歳三君とやりたいです。それやったら、いやこの子ね前も言ってくれてよね。で結構 DM 来るんだよ。博多の牛トラやわ。あトラ。じゃあさクロスで戦ってもらってでそれぞれ勝った方と山川君の年相ってのはどう。いいっすか、うん、じゃあそうしましょう、うん、準備してください。なんで大丈夫です。そのクロスね。
レディーゴー。はい、サーブ、サーブ、サーブだ。はい、ラスト30秒。はい、スタート。はい、いや、虎之助今見たけど、お前やっぱバチバチいけないな。俺の右耐えれる？余裕よ。俺のドラゴンフィッシュブロー見してやるよ。じゃあ俺のトルネードフック見したるわ。いいね。いいっすか、こいつって。じゃあ仕上げてね。正直めちゃめちゃ噛み合うと思いますよ。だってあの人パンチが強いん で自分もあんま蹴りとかあんま打たないんで、パンチでボコボコと付き合ったらおもろいかなって感じですね。栃蔵くん、本戦で俺のタイガーオブ右フックを顔面に決めてやるから、顎しっかり鍛えとけ、入りこくっとけよ、ちゃんと骨鍛えとけよ。プロ格闘家として今活動してるんですけど、諦めかけてる子たちとか諦めてる子たちに、そういうなんか夢はその信念曲げなければ成功するっていうところを見せたいな。言葉じゃあんま言えないタイプなんで、スパーリングしたら認めてもらえるかなと思います。レディーゴー。はい、サーブ、サーブ。お願いします。 OK です、決定で。やめましょう、お願いします。なんかもうちょっと迫力とか勢いあるのかなと思ったら、なんか意外とピョン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 見合ってたまたま来たのに当てれしただけなんで、まあまあ別に。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ何やってんすか？喧嘩道です。おー、喧嘩道。前大会から僕もキャラクターになったんで、そこから結構ハマっちゃった。なんか大人気みたいですよ、飯田さんのキャラクターが。ハロース。なんと今だけ招待コードの入力で飯田正成がもらえる。この機会にブレイキングダウンの選手をゲットしよう。さらに喧嘩道オーディション開催中、放送禁止の煽りを見逃すな。飯田さん今日よく喋ってくれますね。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一番前の方から自己紹介と意気込みお願いします。はい、まず本当にありがとうございます。で、一人ずつちょっと言ってきますけど、まずお前いつ試合やんだ？まあ、夏ぐらいですね。俺お前が一番最初に萩原とやった、まあいろいろな怪我してるとか、まあ朝倉君の YouTube で言ってたけどな、俺もう一回やってほしいんだ。お前らの喧嘩ファイト大好きなんで早く復帰しろ。 OK、 そう、ありました、ありました。絶対牛久の試合勝てよ、絶対勝てよ。牛久との試合絶対勝てよ、分かってんな？分かってんな？絶対勝てよ。次、溝口さん、俺正直あなたでやりたいです。え、俺？あなたでやりたいです。ただ理由帳を聞いてください。
俺有名な方と付き合ってましたよね。すぐ別れちゃいましたよね。俺ああやって女大事にできないんです。嫌いなんですよ。で正直俺はホストでやりたいです。だから俺正直山川君、咲人君、俺やりたいです。でも俺はあなたパンチ力一番ありましたよね。ここに座ってる選手誰よりもパンチ力ありましたよね。それに惹かれたんですよ。だから俺溝口さん、俺は溝口さんって言いたいです。溝口さんやりますよ。でお前溝口さんにお前すぐ別れたら大切にしてねって今言ってたけどよ、うん、短くたって大切にしてる場合だってちゃんとあるんだぞ。それ本人に聞いてないとは、うん、だからお前短いことでも大切にしてねって決めつけてんのは何かだからやりたいんだよ。やったら分かるじゃん。溝口さん試合決定ですか。だいぶ体重差あるよね。体重差関係ない。俺はやる。なんか俺正直マジ忙しいからなんかあんま正直戦う暇なくて、でも多分相手にならないと思ってて。それは、自分が勝つみたいな。俺正直今戦いたくないんだけどどうすればいい。まあでもここに立つ人はやっぱ戦ってないと説得力ないなっていうのはある。あじゃあえなんかさマジやる。じゃあどうすればいい。おいタップするかタップするか。決めちゃったよ。決めちゃえよ。もう決めちゃえ決めちゃえ。タップするかお前。これでいい。戦わなくていい。で試合決定ですね。試合決定です。俺は嫌いではない。おめでとう。試合決定。試合決定。マジで俺。オッケー。さすがにこの流れは。もう完全に決まりました。今俺さ戦いたくないから今やったんだけどさ、はい、いやそれがより決まりました。面白い試合決まりましたねこれは。はい、まあでも俺全部カットする権利あるからね。ナイスナイス。それはない。まあ今回大会もこの先も試合に出るつもりはなかったです。まあ自分は格闘技経験がないのもそうですし、何よりまだブレイキングダウンは大会運営が 100% 確立しているわけではないので、大会当日は円滑に大会を進行する役割に徹するべきだと思っていたからです。でもあの場でああいった行動を取ってしまったのは、全日本の空手のチャンピオンとは知らずエンタメ系の面白い若者と思ってしまったのもあり、相手にならないことをちょっとした取っ組み合いを通じて彼自身や朝倉 CEO に伝わればいいなと、そしたら試合が回避できると思ったからです。ただもし視聴者の皆さんがこの戦いを面白いと思ってくれるならやりますし、それは皆さんに決めてほしいと思ってます。自己紹介短めに言っててもらいます。はい。連続バク転日本記録俳優の長尾凛之介です。まあ、このブレイキングダウンに出て10年間売れてない自分を俳優のこの道を変えるためにやってきました。よろしくお願いします。はい、次の方。こいつと同じことやろうかなと思ってたけど、井上力人です。格闘技と喧嘩の違いを見せに来ました。全員ブレイキングダウン出たら格闘技やり始めちゃうやん。喧嘩上等やってきたんじゃないの。俺格闘技やりながら喧嘩やってたよ。いやそれ強くなりたいから格闘技やっちゃうんでしょ。違うよ、俺格闘技喧嘩に自信あったら格闘技やんねえだろ。あるよ。あやるだろ。なんだよお前、おめえじゃねえんだよ。こっち話してんのポゲ。キックで俺とやろうや。お前さ、舐めてんの。じゃあ MM でいいよ、やろうぜ。あ来いよ。舐めてんの。来いよ。もう舐めてんの。お前やら、お前チンピラと一緒にすんの。チンピラと一緒にすんの。誰がチンピラだお前。誰でもいいよ。お前こういうセキュリティの時俺こういうやつバンバンボコボコしてたな。お前みたいな。みんな格闘技かじっちゃうじゃないですか。俺は喧嘩に自信があってここに来てるんで、まあ本当に俺人生変えたくて来てるからさ、毎日毎日死ぬ思いで人生変えようと思ってやってんだよ。誰が相手だってよ。
死ぬ覚悟あったら怖くねえんだよ。お前死ぬ覚悟あんだったら誰が一番強い人誰ですかこの中で。自信あるでしょ。あ、いいよ、やろうぜ。いいじゃないですか。今すぐやろう。やらせてください。やりましょう。今やりましょう。やる。いいっすか。さっさとやれよ。じゃあ準備してください。うるせえな、ラッキー。いい気がつつないやね。いきます。レディー、ファイト。誰か喧嘩やろうぜ。そういう趣旨だろ、ブレイキングダウン。ちょっとみんな強くなりすぎじゃねえか。なあ、喧嘩でさ、死ぬ覚悟を持ってさ、気合入ってるやつやろうぜ。おい。じゃあ本戦出場しますんで、また相手決めます。お願いします。あれっす。別に相手は誰でもいいけど、ね、本当に俺は格闘家じゃないから。リンクの上で死んでもいいと思ってるわ。そういう死ぬ覚悟を持ったやつ、流れが本気の殺し合いができればいいかなって思ってます。ザナとは世界でも大注目の国内ナンバーワン Web3 メタバース。誰でも簡単にアバターやゲームが作れて稼げて出会えるアプリザナ。ブレイキングダウンや有名選手たちも登場。全ての人にもう一つの居場所ともう一人の自分を。ザナ。では次のグループを入りください。アホズラしかおらんで、これなあ、アホズラしかおらんな。え、アホズラ何してんの。で、かけられたの。あ、よそらないんかい、これ痛っ。あ、よそらないんかい。え、痛い。おいおいおい、え、痛っ。痛っ。誰これ、マジで痛い。誰これ、始まっとらんよ、これ誰これ、お前用ないねん。痛いです。座らない、お前用ないねん。痛いです。一旦お座りください。お座りください。はい、じゃあ自己紹介お願いします。ジョーカー議員の河合雄介です。まああのね、ここにいるようなクズばっかりと思うんですけど、こんなクズがなんか有名になって子供たちがこんなに憧れて言うて、そんな社会になったらあかんと思ったんで、こいつらも成敗しに来ました。はい、次の方。おっす、ウリタジュリアです。よろしくお願いします。僕はまだキックボクシング始めて2ヶ月3ヶ月なんですけど、必ずこのブレイキングダウンで有名になってプロの舞台に立ちたいと思ってます。今日はよろしくお願いします。おっす。え、な、え、息子さん、ウリタ・ジュンシーさんの息子さんなの。そうだよ。血つながった、本物の。いや、血はつながってないけど息子だよ。喋れや、なんかちょっとおもろいな、お前。お前やろうや、俺と。そうなっちゃうじゃん。うまいな。やろうや。なんか去年に離婚して、で仕事を失って、事故して、借金もして、家も失ったんですよ。で、もう絶対人生変えてやると思って、なんか負け組がなんか夢叶えに来ましたみたいな感じで言っとるやついますけど、まあアホかと。やっぱ夢って自分で掴むもんやし、自分はそうやってここまで来たから。昨日やったろか。そうだよ、やろうよ、やったろ。もっとアピールしろや、お前。サニーとやってたらって。俺や、喋んだよ、これ。確かに、試合でやって、試合で。
やるよ。やればいい。やる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 やお前試合で真っ白にしたるわ、ほんなら。おう、真っ白にしてくれ。ああ、お前の顔真っ白にしてくれ。お前真っ赤にするわ、ほら、お前。やんの、ほら。すごい揺れてんだよ、ほら、お前。じゃあ、自己紹介お願いします。群馬から来た戸塚優斗です。キックボクシングを9年やってます。で、この日のために持ち上げてきてるんで、まあ、今日やらせてもらえるんであれば、まあ、誰でもいいです。よろしくお願いします。こんにちは、岡山県の玉野市から来ました、岡本文太です。伝統派空手18年間、ボクシング5年過去にやってきました。でまあ、実力でこの場に呼んでいただいてると思ってるんで、まあ、強い相手だったら誰でもいいです。よろしくお願いします。新人王の方は何キロでやってますか試合？65以上だったらもう富澤君の相手にいいかもね。ボクシング新人王、全日本新人王なんで。1番の方は何キロですか？はい、僕は66でできます。2人試合できます今。大丈夫です。2人ともなんか実績がこの中で一番高いので。はい、準備してもらえますか。じゃあ勝った勝者と富澤くんどうですか。まあ実力見せてもらって勝負論になりとれば全然いいですよ。レディーファイト。いいじゃん、はい、誰も来なかったんだろ相手、はい、俺がやってやるよ。分かった頼むおい、あんま頼むな。おい、不意だ。何だこれ。何をしてんの。あ、おい、何をしてんの。あ、お前覚悟しとけ。待っとけ、おい。お前気がれんのも今のうちだからな。そのレベルじゃ俺に勝てねえぞお前。あ、そうか。なあ、おい、ごらん。あ、おねえ、やろ。覚えてけばね。こいや。あ、こいつ試合当日やるんで、俺。お前覚えとけ。3人ここに並んでもらっていい。おい、いいぞ。暴れ。おおおよし、これお前ジュリー、お前やろうや。いきなり俺とできるわけないやろお前。なあその肩幅。はいや、モノマネタレントやってました清水亮太郎と申します。この国をたまらなく愛しているから。清水さん、はい、お薬やめれたの。やめれたからここにいんだよ。本当？今回のグループは高校生のみと。俺イケメン嫌いなんですよ。俺か。あ、お前だよ。おい、もうぬかつくんだよ。
ほら、おい、押すぜ何をやってんだよ。目笑いよと。ここで本戦のお知らせです。ブレイキングダウン8のペーパービューおよび会場観覧チケットは概要欄のリンクから買えるので大会を一緒に楽しみましょう。ブレイキングダウン8を一緒に盛り上げてくれる企業様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。スペシャルアドバイザー朝倉香によるスペシャルコンテンツ、オーディションの舞台裏や大好評ハードパンチャー企画第2弾も公開予定。さらにブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。ブレイキングダウン8は喧嘩道のほかザナ、オニマルホーム、エクシア、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。